Mm-hmm.
のバトルになりましたけれども、どんなことを考えながら走ってましたか？今回はコースも走ったことがなかったので、最初は様子を見て3周目ぐらいまででちょっといいラインを見つければいいなと思ったんですが、なかなか見つからず、でも元原さんと02番の人がちょっと何回かミスをしたので縮まったので、あとは見てました。あとは抜かれないようにとりあえず後ろを見て頑張ったんです。はい、やっぱり最初の溝をいかにうまく越せるかが多分1周目のポイントだったと思うので、そこはよく考えたのと、あとその V 字谷ってとこが何本もラインがないので、そこを受けて走りました。続きまして、ですね、こちらは FB クラスですね。はい、FB クラスを制しました、ゼッケン39番クラブ THS の小倉秀幸選手、おめでとうございます。ありがとうございます。疲れました。まあ、その割にはこう、ね、ワークスピットの前のあたりの明けっぷりなんてすごかったですけれども、どうですか今日のコースの感想というのは。難しかったです。まあ、でも前回出た時よりかは少しこう飛び込むところが少なかったので、まあ、それよりは楽しかった。渋滞が少なかった分、まあ、楽に走れたかなというところですね。はい、おめでとうございます。さあ、それでは続いて、お伺いしましょう。さあ、ラスト本当に3センチ差で勝ちました。ゼッケン532番ティスレーシングチーム奥川達也選手、おめでとうございます。ありがとうございます。今日は優勝はまあできて嬉しいんですけど、もう最後の最後まで2位の人とダブル同じダブル R でクロスオーバーだけ狙ってて、順位は3位か4位ぐらいまで覚えてるんですけど、もう最後の最後まで覚えてなくて、みんなが1位やって言ってくれたんですけど、クロスオーバーの1位かと思ったらファンディーノがなんとか優勝って言ったみたいで、嬉しかったです。ありがとうございます。はい、お互い規制を上げながらね、ゴールに向かって突っ込んできて何事かと思ったら、本当にそんなされるゴールでした。本当におめでとうございます。さあ、なんか無茶振りをされましたけど。はい、続いてではウィメンズクラス参りましょう。ダブルクラス、トップでチェックを受けました、石暮瑠花選手、おめでとうございます。ありがとうございます。下りの途中に木の根っことがあって滑りやすくなってて、すごいバイクが振られるコースだったんですけど、楽しんで走れたのでよかったです。ありがとうございました。はい、おめでとうございます。さあ、そして安藤みどり選手、ダブルウィークラスです。お疲れ様でした。皆さんお疲れ様でした。すごい久しぶりにこの場に立てて嬉しいんですけど、すみません、1台だけだったんです。
申し訳ないような気持ちでここに立ってますけど、また次も頑張りたいと思います。ありがとうございました。はい、おめでとうございます。あとですね、文也選手が、間に合いました。クラスですね、 FC クラストップのチェッカーを受けました THS with M スタイル文也浩二選手、おめでとうございます。ありがとうございます。今日は楽しかったですけど、最後がここは偉かったです。すみません、ありがとうございました。はい、というわけで以上ですね、あとお一方ごめんなさい、残念ながら来ていただけてないんですけども、以上、ホットスタートとさせていただきたいと思います。OK ですか。はい、OK そうですよ。はい、はい、それでは聖子ちゃんよろしくお願いします。はい、じゃあコールいきます。3、2、1、シャンパンファイト。はい、おめでとうございます。以上、ハットスターワードでした。はい、それでは続きまして表彰式に、ライダーちゃん、はい、お願いします。ありがとうございます。ごめんなさい、ご理解ください。お願いします。お願いします。アクネヨシト選手、おめでとうございます。お名前の紹介だけですか。はい、というわけでお名前の紹介だけだそうです。おめでとうございます。はい、そして、優勝は、ゼッケンナンバー204番です。はい、山田太陽選手、おめでとうございます。はい、あと回して開けるんだよ。はい、じゃあ聖子ちゃん、掛け声を彼のために引き上げてください。はい、わかりました。じゃあ掛け声いきます。3、2、1、シャンパンファイト。おー、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。65cc クラスでした。おめでとうございます。はい、第4位はゼッケンナンバー06番クラブ THS、元原進選手、おめでとうございます。はい、そして第3位はお名前だけの紹介となります。ゼッケンナンバー011番です、バイクボンバー大門博之選手でした。おめでとうございます。さあ、そして第2位です。ゼッケン02番、川瀬レーシング&高山短大川原杉風の選手、おめでとうございます。はい、そして優勝はゼッケン014番です K フォレスト&シーズン岩井義弘選手、おめでとうございます。千葉工大二輪部 OB 会伊藤千秋選手、おめでとうございます。はい、続いて第5位紹介しましょう。第5位はゼッケン3番チーム AIR 上岡千亜子選手、おめでとうございます。そして第4位です。ゼッケンナンバー125番ドリルレーシング2生方拓也選手、おめでとうございます。さあ、そして第3位です。ゼッケンナンバー31番 YSP 横浜南&フルエナジー桜井隆人選手、おめでとうございます。そして第2位です。第2位はゼッケン136番フォトショップ橋本レーシング秋竹哲司選手、おめでとうございます。ごめんね、そして優勝は、優勝はゼッケン39番クラブ THS 小倉博之選手、おめでとうございます。さあ、それでは写真撮影を行いたいと思います。では赤いウェアの桜井さんを中心に皆さんギュッと寄ってください。はい、カメラをお持ちの方お願いします。はい、あと2人、チームマルシンファーム中山正幸選手、おめでとうございます。さあ、続いて第4位です。
ゼッケン263番チーム斉藤杉山明選手おめでとうございます。さあそして第3位参りましょう。第3位はゼッケン248番チームシルバラード佐伯健二選手おめでとうございます。はい、そして第2位です。ゼッケンナンバー294番チームワンダーランドウィズコトメキマウンテンゼロ山口聖之介選手おめでとうございます。はい、そして、はい、第1位です。ゼッケンナンバー222番 TH 先生のスタイルブルーニャコンジ選手おめでとうございます。そして間に合いましたので改めて紹介させていただきます。第6位です。設定234番バイクボンバー滝村豪選手おめでとうございます。東京理科大学二輪部筒井凛太郎選手おめでとうございます。はい、行きます。続いて第5位です。設定575番西張馬 DSC 増崎博選手おめでとうございます。はい、そして第4位です。ゼッケン578番 YSP 岡山南山上淳二選手おめでとうございます。はい、おめでとうございます。はい、そして第3位です。ゼッケン594番ライブ F 福井学選手おめでとうございます。はい、そして第2位です。ゼッケン551番ルーツファクトリー佐々木、田中道彦選手おめでとうございます。おっかおっかそして優勝は設計532番キスレシングチーム奥川達也選手おめでとうございます。第2位です。設計901番近藤カール選手おめでとうございます。そして優勝はゼッケン910番です。石黒ルカ選手おめでとうございます。はい、それでは話を進めていきます。はい、カメラお持ちの方お願いいたします。来シーズン2014年シーズンの JMCC 前線のエントリー券です、こちらは、5000円ですね。5000円のパーパス商品券が、申請されます、アドレナリンブースターズ田中勝弘選手おめでとうございます。さあそして10位には8000円でございます、ルーツファクトリー片山仁選手おめでとうございます。そして、川原選手には1万円の商品券です。カースレーシングの高山短大川原茂野選手おめでとうございます。はい、それでは、写真を、はい、お願いしたいと思います。はい、行きます。